今日お前に来てもらったのは他でもない。江戸幕府ではキリスト教の信仰が禁止されているということは知っているな。はい。しかし幕府に隠れてキリスト教を信仰しているという隠れキリシタンがこの村にいるという噂を聞いてな。そんな、うちの村には隠れキリシタンなんかおりません。口では何とでも言える。そこでだ、お前には今日踏み絵をやってもらう。踏み絵？ここにイエス・キリストの描かれた板がある。貴様が隠れキリシタンでないのであればこの板を踏むことができるはずだ。わかりました。さあ踏んでみろ。私がこの板を踏めば隠れキリシタンではないと証明されるんですね。そうだ。その様子では貴様が隠れキリシタンではないという証明にはならないな。なんでですか？踏んだじゃないですか。最近では踏み絵を踏んだ後にキリスト教に懺悔をして許してもらう隠れキリシタンもいるらしいから。そんな、私は違いますよ。そこで私は別の踏み絵を用意した。別の踏み絵？何ですかこれは。これがイエス・キリストだ。イエス・キリストなんですか？ああ、いろんな石が。貴様が隠れキリシタンでないのであればこのイエス・キリストの体を踏むことができるはずだ。見たことも聞いたこともない踏み絵だ。さあ踏んでみろ。わかりました。両足で踏め。はい。あ、痛い。ん？痛い。あ、隠れキリシタンなの？違います。ちょっと違います。隠れキリシタンなの？痛い。なんですかこれ。下半身から上半身に足が歩いてやってみろ。え、あ、痛がってるな。いや、足が痛いんですから。じゃあそのへそのところで飛び跳ねてみろ。本気ですか？その隠れキリシタンだ。隠れキリシタンだ。本当痛いです。そんなに痛がって。かかとのところがガーって。かかとのところが痛いのか。ちょっと待って、違いますこれ本当に。何なんですかこれは。かかとが痛いってことはお前睾丸が悪い。何がわかるんですかこれは。睾丸が悪いの。何の不明なんですか。ちょっと待ってください。お役人さんもやってみてください。これおかしいです。なんで私が。これって隠れキリシタンじゃないのに痛かったですもん。ちょっと踏んでみてください。私は隠れキリシタンで。おかしいです。痛いわけないだ。はい、いいぞ。あ、すごい。すごい。全然痛くない。飛んでみてください。飛んでみる。ちゃんと、こうやって飛んでみてくださいよ。飛んでみるか。あっ、痛い。痛いじゃないですか。ほら。痛いじゃないですか。痛くないよ。どこ痛かったですか？まあ、特に言うならば小指のところだな。脳って書いてますけど。私は頭悪くないよ。脳みそ。頭悪くない。脳みそおかしいじゃないですか。あなたの理屈でいくと。まあいい。何なんですかこれ。ここまでやってな、貴様がまだ隠れキリシタンじゃないという証明にはなってないから。何なんですかこれ、この踏み絵。うん、じゃあ別の踏み絵を用意したから。暇なんですかあなたはね。いっぱい踏み絵用意して。なんだ気持ち悪い。何すかこれは。私の体にイエス・キリストの入れ墨が彫ってある。いや、もうキリシタンだよそれ。もうあなた彫っちゃったら。貴様が隠れキリシタンでないのであればこの顔を殴ることができるはずだ。いや、あなたを殴ることになっちゃうから殴れませんよ。殴ってみろ。いや、だってあなたを殴ることによ。違いますよ。ほら、信仰心が痛い。いや、違う違う違う。おい、隠れキリシタンじゃないですよ。だから貴様躊躇したな今。してません。躊躇しただろ。してませんよ。信仰心が痛い。痛い。おい、これあなたが痛い。あなたが痛かったじゃないですか。あなたが痛い。叩いてみよう。あなたが痛い。ほら、ほら、隠れてほら、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 隠れキリシタンじゃないですよ私は。ほら、気持ちいいかい。気持ちいいかい。ほら、はい、ありがとうございました。